はい、ということで皆様こんにちは、ちぎりと申す者でございます。最近結構動画を見てくださってる方が多いようでありがとうございます。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ということで本日はですね、サムネと、動画タイトル等々にある通り箱スターですね、箱スタンプを取っていきたいなと思います。まあ、箱ってなんだって話なんですけど、25時ナイトコートだったり、ワンダーランズショータイムだったりのユニット全体を指して箱と言います。なので箱羽とか箱スターとか言いますね。まあ、早速受け取っていきましょう。よろしくお願いします。もうすでにですね、実は真冬ちゃんと水木ちゃんとミクちゃんはね、25の初期メンバーでございますけど、まあ、受け取っておりますのでね、サクサクっと奏ちゃんとえなちゃんね、もらってしっかりと終わらせていきたいなと思います。ごめんな、かぶせて。はいということでもらっていきましょう。そう、5個とかさ、こんななんかチュンチュンチュンみたいなのがするんです。はい、わー、あ、プラス1個プラス、はい、38ですね。まあスタンプがもらえるということで、スクショ失礼します。ということで、サクサクいきましょう。まふいちゃんもね、多分50、そうですね、1になるんですよね。ちゃんと調整して取っておきました。はい、エナナンの絵で感じるぞ。よいしょ、ということで、よいしょ、あとエナナンですね。クルマロンクリームチーズケーキ、クリームの量やば。でもこういうのがバレるんだよね。聞いて満足してるそう、カロリーやばそう。はい、余計なことは言わないということで、よいしょと、はい、これで38かな。そうですね、はい、ありがとうございます。忙しそう。はい、ということで、これで箱38ですね、達成しました。ミクもね、42なのでしれっと高い。でスタンプに行きましょう。そう、ここにね、もうすでにちゃんと枠を開けておいたので、かなでちゃんとエナナンを置いて、そうですね、これでバッチリかなと思います。せっかくならですね、ちょっとライブをするとあれなので、部屋を作って、自分だけ作って、そうですね、ちょっと使っていきましょう。相変わらずこのライブ待ちの音声がでかいんですけど、ミュージックスタート。いやー、なんかこうやって並んでると壮観ですね。いいな、やっぱ。まあ次が50、58か、遠いな。まあまずはまふいちゃんを58にすることを目指していくのかな、今後は。まあのんびりとやっていきたいなと思います。箱羽だったりね、キャラクターランクの伸ばし方とかはなんか要望あれば動画作りますので、ぜひぜひコメント欄等々でお待ちしておりますね。せっかくならなんか各メンバーのイベントのバーナーとかのね、称号かっこいいの持ったらよかったんですけど、なんせ25ってバーナーイベントね、そう、大体すごいボーダーが高くて追いつけないってなっちゃってるので、ね、まふいちゃんと、ね、囚われのマリオンデッドの30位の25位かな、この時はね、取った称号で満足ですね。満足しておこう。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。お相手はちぎりでお送りいたしました。ぜひまた遊びに来てくださいね。バイバーイ。